どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ホタルが実装されて撃破特攻編成を楽しんでると思いますが、新しい編成案などは見つかったでしょうか？僕の方ではちょっと遊んでいたら意外と強そうな編成ができたので、今回はそれを紹介したいなと思います。早速その編成というのはこちらになります。ホタル、調和主人公、ブートヒル、ギャラガーの4人です。ホタルとブートヒルの弱点付与によるダブル弱点無視アタッカー編成となります。こちらの編成、ふざけているように見えますが、意外と楽しかった編成ですね。それでは、いろいろ説明する前に、まずは実際の戦闘シーンの方を見ていきたいと思います。忘却の2は12のアルジェンティ戦となります。今回の戦闘はオートで行っています。裏庭12の前半は物理と炎弱点となっているので、比較的狙いやすいなっていうのがあります。ただし、炎弱点が付与できていれば敵はまばらなので、ホタルの付与をうまく活用する必要があるという感じでしたね。ですが、戦いやすかったっていうのは一つありますね。ブートヒルのスキル、必殺技で一気に人生削った後に、ホタルの行動でさらに削るっていうパターンになります。今回ギャラガー必殺技使えたので挟んで、で、さらにホタルで削ると。いやー強いですね。もうダメージが普通に26万出るんで、かなり楽しいです。ここで解除されるんですが、ブートヒルで追い打ちします。今のは普通の攻撃でも十分なんですけどね。オートだとこういった挙動もありますね。アルジェンティの人生が復活したので、また弱点撃破を狙っていくところです。結構ねバリアがしんどいところではあるんですが、攻撃しつつ EP も貯めつつっていう感じでどんどん貯めていきます。さあここからまず4分の1削って、ブートヒルで削って半分以上削ります。これがなかなか強いんですよね。で、もう一度ホタルで削って、あと残りわずかと。で、ちょうど敵倒せたので、人生破壊ができました。あとは弱点撃破をどんどん当てていくだけとなります。さあ、ゲラガの必殺技もね、いい感じに溜まってますね。これでバリアは全部剥げた状態というところです。あとはブートヒルでとどめを刺して終わりと。っていう感じで、意外とね、攻撃のパターンが早くて、面白い編成となってるんですよね。戦い方自体はね、シンプルで、ブートヒルのポケットアドバンテージを獲得しながら、ホタルで同じターゲットを潰していくっていう感じになります。無事クリアというとこでしたね。不安なしの編成でしたが、弱点無視でひたすら攻撃ができて、楽しい編成となっています。それでは、その他の戦闘シーンも見ながら、この編成の強みなど紹介していきたいと思います。本編に入る前に、良ければ動画を見てチャンネル登録などしてもらえますと、今後のモチベにつながりますので、応援よろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。まずは、今回のキャラステータスから紹介したいと思います。ホタルに関しては、持ち公演水に鉄器と豪華のセットを装備しています。撃破特攻は220ほどで、速度も140ぐらいですね。そんなにステータスは高くないです。続いて調和主人公は記憶の中の姿に時計や4セットを装備してます。撃破特攻 250% ほどにしています。バフを配れるのでかなり大事な枠ですね。続いてブートヒルです。論剣に回答4セットを装備してます。撃破特攻は190くらいでそこまで高くはありません。まだまだ厳選途中というところです。最後にギャラガーですね。何が誠かに時計屋とメッセを装備しています。撃破特攻は180で貫突しています。貫突しているので弱点撃破が狙いやすくなっています。各キャラに関してですが、それぞれ撃破特攻をとにかく上げている状態にしています。また速度も140近くに揃えている状態で、それぞれ行動に差が出ないように整えています。育成段階としてはホタルとブートヒルはまだまだの部分ですが、弱点撃破さえできれば火力は十分に出せるというところになりますね。それではこの編成を組む上での最大のメリットについて紹介したいと思います。主に3つのメリットがあります。1つ目は弱点撃破がとにかく早いという点です。この編成の一番の特徴とも言えますね。ホタルに関しては強化スキルの削減値が30ぐらいですが、必殺技により強化スキルで弱点撃破効率プラス 50% が付与されます。これにより45ほど削れますので、スキル、必殺技、スキルで65削ることが可能です。ブートヒルに関しては削減値がアップするものはないですが、必殺技と強化攻撃を合わせることで50削ることが可能です。2人合わせるだけで115削ることが可能になるんですよね。この数値に関しては、大型なら100ほどなので、2人で弱点撃破が狙えるというところになります。
精鋭であれば140ほどなのでほとんど削れますね。グラニアのボスであれば160から200ほどなので半分以上は余裕で削れるっていうぐらいになります。意外と作陣値が高いのであっという間に相手を弱点撃破状態に持っていけるのが強いところっていうところですね。スエイトのメリットは属性無視が可能なので敵を選ばないという点です。炎と物理の弱点が攻撃をしながら付与できるため弱点撃破が狙いやすくなっています。ただし必殺技の発動がどちらとも必須となるので立ち回りが遅いという欠点はありますね。ですが必殺技の発動さえできれば一気に状況を有利にできるのでとても強い部分となっています。3つ目のメリットはブートヒルのマイナス部分を緩和できるというところです。ブートヒルに関してはスキルの発動すると強化攻撃が可能になりますが火ダメアップのマイナス効果も受けます。しかも強化攻撃で相手を倒さないとポケットアドバンテージが獲得できないのでかなり厳しいというところなんですよね。ただしポケットを獲得するための条件の中には味方が弱点撃破をしても獲得が可能という項目があります。これを利用してブートヒルがスキルのターゲットを確定したらホタルで追撃して弱点撃破を最速で狙うという方法を取ります。こうするとブートヒルはポケットを獲得できますし火ダメアップのマイナスも早く消すことが可能になります。耐久面に関わる部分ですが攻撃で一気に好転できるので生存率を伸ばしつつ攻め続けれるっていうわけです。ただし SP 効率が悪いので攻撃は計画的にする必要はあるっていうのは大事ですね。これがこの編成のメリットとなります。それでは最後に新しく実装された末尾の幻影を攻略してみたいと思います。今回はカカリアをこの編成で攻略していきたいと思います。では見ていきましょう。どうやっていきましょう。まあ、炎弱点があるんでね、比較的ホタルが活躍しやすいかなっていう状況です。ただ、カカリアの攻撃回数が多いので、ブートヒルは気をつけておかないとすぐやられるなっていう場面もありますね。さあ、ギャラガの必殺技溜まりました。ここは速攻を使っていきましょう。とりあえず弱点撃破を優先的にやっていきます。まあ、ただね、カカリアが本当攻撃回数多いのがしんどいですね。さあ、まずはブートヒルで削っていきます。ちなみにこの戦闘に関してはオートでやっています。なのでね、狙いたいところが狙ってないというところもありますが、そのあたりはご了承ください。あ、でもだいぶ早いターンで倒せますね。さあ、ここでホタルの必殺技が溜まりました。で、さらに、ここで、追い打ちをかけて人生破壊をするという感じですね。まあ、なかなか強いよね。で、さらに追い打ちをすると。超撃破も合わさるので、ダメージが出やすくなってます。まあ、ただ、ここで SP が0で、回復もできないと。かなりピンチな状況でありますね。さあ、ここでブートヒルの必殺技を使います。さあ、カカリアがもうちょいで削り切れるという状況ですね。まあでも本当弱点撃破が強いんで間に合うんだよね。これが本当強い。で、全員必殺技使えるようになったので、またそれぞれ使っていく感じです。まあ、ただ、ブートヒルに関しては、超撃派でダメージを出すような感じなので、ちょこちょこ削る要因っていう感じになりますね。さあ、20万出ました。ただ、ここで必殺技が切れるんですけど、先ほどのボーナスで必殺技が溜まってるので、速攻使っていきます。さあ、ホタルで押し込んで、第2ウェーブです。いやー、強いっすね。単純に弱点撃破が連続でできるのが強い。ただここから一気に敵の攻撃も激しくなるので耐久面に気をつけながらやっていく感じになります。まあ、ただね、炎弱点がついてるんでね、そこを有効活用したいですよね。意外とギャラガーの必殺技が全体なのでこれが活躍してますね。さあ、徐々に弱点撃破が狙えるようになってきてますね。これで残り3体になったのでより押し込みたいなというところです。まあ、ただやっぱ必殺技の回転が早すぎるんでね、ボスがね、
やられる前にやらないとっていう状況になってます。さあここでまた必殺技発動です。ただ SP 足りないんで今みたいに攻撃ができないってこともありますね。さあここでだいぶデバフを食らってしまってますが、うまいこと回復ができました。とりあえずブートヒルで削っていきます。でその後ホタルの攻撃で弱点撃破と、これでちょっと好転できたっていう感じですね。やっぱね、弱点撃破が速攻できるのは強いなと思いますね。まあ、ホタルとね、まあ、積みの原因が現在相性がいいっていうのもあるんですけど、まあ、全体的にこの編成だとね戦いやすいなっていうところですね。まあルアンを入れるっていうのも最終選択としてありなんですけど、まあルアンが使えない編成っていう時もあるので、まあ、2枚編成組をするでなかなか難しいんで、まあ、この編成はその隙間を縫うにはちょうどいいんじゃないかと思います。言ってたらあっという間に終わりましたね。残り行動値も1400ということで、まあ6600を迎える上では半分以上はカバーができる編成だったっていうところになります。これがね本当強いんですよね。で忘却の庭に関しても、まあ、前半後半どちらともクリアはできましたし、もちろん末尾の原因に関しても前半後半どちらともクリアが可能でした。なのでまあ普通に使う分には十分な編成かなと思います。まあ遊びで使えるんでね、ブートヒルを持っていてかつホタルも持っている、でもルアンがないっていう時はこの編成でも一気にダメージが叩き込める編成かと思いますので、ぜひ遊んでみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。